ストライアさん、無事かな？うん。でもアストライアさんはかつての英雄、きっと大丈夫だよ。それよりもキャンシード軍の狙いが分かった今は今後の対策を考えないと。そうだね。ねえジゼル、キャンシード軍は正統属性のゾディアートを狙ってるんだよね？うん、それがキャンシード、ロッキンガムの狙いだから。火、風、水、土の属性のゾディアートを揃えてダークファルスを復活させようとしてるの。ダークファルスの復活、それだけは絶対に阻止しないと。当面の方針を考えなくちゃね。戦士さんはどうすればいいと思う？さすが戦士さん、私もそう思う。ゾディアートさえ奪われなければダークファルスは復活できないからね。マスターの任務はダークファルス復活の阻止、その目的に一切の妥協はありません。正当なゾディアートを守り抜く戦いにマスターも協力しましょう。ありがとう戦士さん、すごく心強いよ。とりあえず森の中の人目につかない場所まで移動したら、そこに駐屯地を置きましょう。やっと駐屯地を設営できたね。うん、この場所なら安全そう。やっと安心できたよ。よう、ステラ、ユリ、ちょっといいか？ジャスパーにローザリンデさん、どうしたの？今後の方針について相談がありまして、少々お時間をいただけますか？悪用騎士団を抜ける？はい、我々二人は正当なゾディアとキャンシード軍の標的になり得る存在です。そんな我々が騎士団に帯同するとかえって足手まといになる可能性があるかと。俺たちを守るためにお前たちの戦力を割かせるのは悪いからな。そんな、足手まといだなんて、お二人とも水臭いですよ。もちろん理由はそれだけではありません。私には他にもやるべきことがあります。各地の帝国軍の勢力を結集し、首都レグルスを奪還する戦力を整えようと思っています。そうか、ローザリンデさんは皇帝だから、そう考えるのも無理はないね。ジャスパーさんはどうするんですか？まだ深く考えてはねえんだけどよ、騎士団とも帝国軍とも離れようと思ってな。俺なりにキャンシードの奴らに一泡吹かせる方法を考えてみるつもりさ。ジャスパー、
ま、俺はもともと盗賊だし、逃げ回るのは得意だから、俺のことは心配いらねえぜ。我々正統ゾディアとがバラバラに行動すれば、敵に位置を特定されにくくなるかと。キャンシードの目論見を阻止し、ダークファルス復活を阻止するために、我々なりに考え抜いて出した結論です。どうかご理解ください、ステラ殿、隊長。あ、わかりました。離れ離れになるのは辛いですけど、お二人の考えを尊重します。私たちは他の正当なゾディアートを守ることに全力を尽くします。しばらく放浪してくるぜ。みんな、またな。ジャスパー、戻ってくるの待ってるよ。ステラ、元気出して、またきっと会えるよ。うん、ありがとう、ジゼル。そうそう、何も永遠の別れじゃないんだから、しんみりしなくてもいいじゃないの。お母さん、ここに。私もね、ゾズマ山脈のコテージは引き払って、しばらく旅に出ることにしたの。ダンカーの船に乗せてもらう予定なの。その前にあなたに会いに来たのよ。アンナさん、ステラと一緒に行かないんですか？そうしたいのは山々だけど、親としてここは離れて見守ろうと思って。それはステラもきっと分かってるはずよ。うん、お母さんが引退した時から私が頑張るって決めたから大丈夫。それに離れていてもお母さんのことはいつも心にあるから。まったく、泣かせてくれるわね。ところで、これからあなたたちはどうするの？正当なゾディアートを守ると言ってたけど。うん、私たちが知っている正当なゾディアートはローザリンデさんとジャスパーさん、あとは聖地エアロにいる風のゾディアート、クレメンスさんとミントさん。だからこれから聖地エアロに向かうの。お二人に今の状況を知らせなきゃ。なるほど、聖地エアロか。ライブラのゾディアートの二人ね。あ、そうそう、ステラ、あなたたちに連れて行ってもらいたい子がいるの。ミラベル、おいで。この子はミラベル。孤児だったのをアストライアが引き取って面倒を見てたの。そうか、アストライアさんがいなくなってしまったから。私たちは大丈夫だけど、かなり危険な旅になるよ。それなら大丈夫。この子はこう見えても腕は確かだから。それにこの子にはもっとたくさんの人に会って広い世界を見てもらいたいの。うん、わかった。ミラベル、私たちと一緒に行こう。ほらミラベル、みんなに挨拶なさい。私はミラベル、よろしく。あ、よろしくね。それじゃあお母さん、私たちも出発するね。元気でね、お母さん。気をつけてね、風邪ひかないように。エアロの皆さんによろしく。白妖騎士団出発、聖地エアロに向かいます。ミラベルは
アストライアさんと同じで翼があるエルフなんだね。原始エルフ種だから。でも寿命が長いことを除けば普通のエルフと同じ、特別扱いしないで。そんなつもりじゃなかったんだけど。いつからアストライアさんと一緒だったの？つい最近、私の故郷の村が人狩りに襲われて両親も殺されたの。私は両親に逃がされて行き倒れてたところをアストライア様に助けてもらって、それ以来。ごめんなさい、嫌なこと思い出させちゃったね。いいの、今の時代別に珍しいことじゃないし。そういえばあなたがジゼル？そうだよ。あなたも小さい頃に育った施設の人たちが皆殺しにあったそうね。あなたを追ってきた軍人の女がそう言ってたらしいけど。しかもあなた自身が殺したというのは本当なの？わからない、よく覚えてないの。でもその時気がついたら、確かに私は血まみれのナイフを持ってて、他のみんなは周りに倒れてた。ふーん、ありがとう、話を聞かせてくれて。私あなたに興味を持ったわ。え？私に興味？それどういうこと？あなたは気にしなくていいわ。私が勝手にそう思ってるだけだから。ほら、前を向いて歩かないと危ないわよ。おしゃべりはやめてちゃんと歩きなさい。はい。太后陛下、以上が今回の作戦の概要でございます。わかりました、作戦の実行を許可しましょう。はロック、前回のレグルスへの奇襲と違い、今回は相手も襲撃を予測しているはず。くれぐれも気をつけるのですよ。死んではなりませんよ。お戯れを、姉上。俺は死にませんよ、ダークファルスケイブを復活させるまでは。それでは失礼します。勝利の報告を楽しみにしていてください。さて、アヴァロンに戻るとするか。お待ちください、ロッキンガム総司令官。ああ、ビクトリア議長か。何の用だ？先ほどの太后陛下への謁見で大規模な軍事作戦が承認されたと聞きました。その内容を議会に公開してください。我が国の法では軍事機密に指定された情報の公開は禁止されている。議会に対しても然りだ。当然議長は承知しているはずだが。ならば進行目的地だけでも我が国の未来がかかっている作戦ですから。まあいいだろう。エアロだ。我が軍は聖地エアロを攻撃する。聖地エアロ、新人の宇宙港基地が残る場所ですね。総司令官、議長としてこの戦いに立ち会わせていただくことを要請します。宇宙戦艦アヴァロンには広告議会に割り当てられた専用船室がありますね。私にはこの戦いを観戦して状況を把握する権利があるはずです。いかがですか？勝手にするがいい。聖地エアロ、火
せのゾディアート。先には何があるの？ごめん、無理な質問した私が悪かったわ。そんなの答えられるわけないものね。でも知らないものを知らないと言えるのはなかなかできることじゃないわ。関心ね。楽しそうにおしゃべりしてるわね。あなたたち誰なの？私たち聖地エアロへ向かってるんです。エアロへ？あなたたちが？聖地エアロはモンクたちの修行の場。部外者が立ち入ることは許されない。これはどう？
これでどうよ。へい。マジかよ。準備できるわよ。これで決めるか。これで決めるか。これはどう？そこだ。おじいちゃんみたくはできないけど、私だって、いっけー奥義旋風客勝準備は万全です。これはどう？切り裂きます。盛り上がっていこう。皆さん、お怪我はありませんか？強いわね、あなたたち。おい、ディゼル、ミラベル、どこにいるんだ？ああ、ここにいたんだ。どんどん先に行くから見失ったよ。時間があったらまたお願いしたいところだけど、今回はそんな余裕はなさそうだ。僕たちがここに来たのは君が狙われているからなんだ。私が狙われてる？どういうことなの？なるほど。そのキャンシードの連中は風のゾディアートを探してるってわけね。そう。そしてそれに該当するのが君とクレメンスさんなんだ。それを知らせに来てくれたの？わざわざ遠いところをありがとう。とりあえず洞窟の中で立ち話もなんだから、私についてきて。聖地エアロに案内するよ。ここが私たちの聖地、エアロよ。おー、すごい！岩山の上にこんな場所があったんだ。驚いたわね。建物が全部機械でできてるじゃない。はい、ではポポナがこの聖地エアロを解説しましょう。お、
さすが一度来ただけあるね。ここ聖地エアロはライブラのゾディアとイケオジのクレメンスさんとその孫娘、可愛いのに凄腕の達人ミントさん、そしてモンクたちの修行の地。かつての新人たちが築いた失われた文明の遺物が残っているのです。ポポナの説明わかりやすい。その極め付きはなんといってもエアロの中心にそびえる軌道エレベーター。天空に向かってそびえ立つ一筋の軌道、その先には、その先には、ポポナそこには行ったことないからわからないのでした。ポー、なんだもう期待させといて。それじゃあみんなエレベーターに乗って上に行ってみる。よろしいんですか、ミントさん。大事な聖地なんですよね。うん、さっきの話を聞いてみんなにも見ておいてもらった方がいいと思って。ここが軌道エレベーターの内部よ。パロミッタ、準備はいい？はい、ミントちゃん、いつでも上に登れます。彼女はパロミッタ、腕利きのメディックよ。パロミッタです。人間の治療はもちろん、私はマキナなのでマキナの修復も得意ですよ。久しぶり、パロミッタ。もしかしてまたこのエレベーターで特訓するつもり？もちろん、その準備もできていますよ。それじゃエレベーターを起動しますね。切れ味試させてもらうわ。見切ってみる。切り裂きます。だー、準備は万全です。大技だな。ごめん、カットダメです。盛り上がっていこう。はっ、やっ、やっ、逃げている。はっ、はっ、はっ、やっ、はっ、決めます。私のすべてを込めて歌う。カットダメです。だー、はっ、バレるわけには。大技だな。カットダメです。見切ってみる。この音色で。まずは守りを固めよ。切り裂きます。だー、甘いな。ここで終わり。属性は満ちた。大技だな。これはどう？はっ！
とどめる。盛り上がっていこう。待ちくたびれたぜ。行くぞ。これで決めるか。これでもか。食らいなさい。風を運んで見切れるかしら。さあ俺を見切れるか。ターゲットロックオン。風よ、ダメージ9。ビリビリしてください。エレメンタルブラストを解放する。決めるか。チャージ開始。これでどうよ。これで決めるか。これはどう。イエーイ、勝っちゃいました。待って待って、ちょっとすごくない。窓の外は宇宙だよ、宇宙。ポポナ、興奮しすぎだろ。ちょっと落ち着けよ。もしここから下に落ちたらどうなるの。星の重力に引かれて落ちていきますが、大気との摩擦熱に焼かれて燃え尽きますね。特別なコードを入力すればこの昇降フロアを宇宙空間に切り離せますが、やってみます。やめてくださいよ。ハトスケが焼き鳥になっちゃう。ポポナは焼き鳥になった俺を食いそうだから勘弁してくれよ。そういえば戦士さんも宇宙から降りてきたんだよね。その時は平気だったの？熱くなかったの？マスターは耐熱ポートの中にいたので大気圏突入時のダメージはありませんでした。それにマスターのスーツには大気圏突入を想定した特殊な耐熱機能も備わっています。へえ、そうなんだ。戦士さんの服は本当に万能だね。さあ、まもなく到着しますよ。皆さん、お待たせしました。エアロに新人たちが残したスペースステーションです。すごい、これ全部新人って人たちが作ったの？はい、かつてダークファルスを追ってこの星にやってきた宇宙の戦士たち、それが新人と呼ばれる存在です。遥か千年以上も前の出来事です。ユリーは前にここで修行して審判を受けたんだよね。うん、ライブラの風のゾディアとクレメンさんに鍛えられたんだよ。そういえばミント、クレメンさんはどこにいるの？おじいちゃんは今このエアロにはいないの。え？エアロに身を寄せたテアトルを連れて修行の旅に出ているの。東の国の方に行くって言ってたから当分は帰ってこないと思うわ。そうか、じゃあクレメンさんがキャンシードに狙われる心配はなさそうだね。でもそうなると風のゾディアートであるミント、君が狙われる可能性が高い。ええ、分かっているわ。でも私もムザムザとこの身を奪われるつもりはない。今までこのエアロで修行してきた力をキャンシードに見せつけてやる。はい、私たち白妖騎士団も協力します。ありがとう、心強いわ。キャンシード軍はここと同じように新人が残した遺物を使ってるの。その一つが宇宙戦艦アバロン。
宇宙を航行できる巨大な船。宇宙戦艦。キャンシード軍はそんなものを持っているのか。おそらくロッキンガムはアバロンに乗ってここに直接攻めてくると思う。宇宙からなら岩山を登る必要もなく直接ここを狙えるから。そうか。それじゃあここでキャンシード軍を迎え撃つ準備が必要だね。パロミッタ、騎士団のみんなを連れてスペースステーションの中を案内してあげて。ここで戦うには内部構造を知ってもらう必要がありそうだから。わかりました。では皆さんご案内します。ジゼル、こんなところでどうしたの？あ、ミント、その、いろんなことを考えてたんだ。このあと、私がどうすればいいのかってこととか。そんなの決まってるでしょ？戦うのよ。背を向けて逃げてたらいつまでもゴールにはたどり着けない。前を向いて戦わないと。うん、そうだね。ありがとう、ミント。ねえジゼル、さっきは直接戦ったけど、今度はあなたのイドラと戦わせてくれない？え、私のイドラと？あなたのイドラ、アンドロメタだっけ？ちょっと興味があるの。うん、いいけど。それじゃあイドラ化するね。
行くよ。試させてもらうよ。無事でよかった。ありがとう、ジゼル。いい戦いだったわ。どうしたの、ミント。私のアンドロメダがどうかした？ジゼル、私たちはこのエアロで何のために修行をしてるか知ってる？強くなるため？うん、それもあるけどね。修行の究極の目的は物事の本質を知るためなの。本質？そう、真羅万象、あらゆるものには目に見える表層の部分と、目には見えなくとも表層の裏側にある本質の部分がある。人間だってそうよね。喋ってるだけじゃ相手の心や本心はわからないじゃない。うん。この世界の本質、そして自分自身の本質、それを知ろうとすることが私たちの修行。自分とは何なのか、何のために生きるのか、決して強くなることだけが目的じゃないの。自分は何のために生きるのか。ジゼル、あなたのイドラアンドロメダと戦った時、少し違和感を感じたの。これはあなたの本質じゃない。なんとなくそう思った。ああ、ごめんね。あなたのテリトリーに土足で踏み込むような真似しちゃって。誰にでも人には知られてない部分がある。それを詮索するつもりはないの。ジゼル、
あなたという人としっかり向き合いたいってそう思っただけ。それにあなたからは邪悪さは感じられない。本当に心の綺麗な人なんだってわかるわ。ありがとうミント。私みんなにはまだ言ってないことがあるの。それは、おっと、それはまずあなたの大事な戦士さんに最初に伝えた方がいいんじゃないかしら。それにまずキャンシード軍を退けないとね。死んじゃったら元も子もないでしょそうだね。さあそろそろ作戦会議の時間だわ。みんなのところに行きましょう。うん、ありがとうミント。まもなく作戦開始時刻となる。作戦目標地は聖地エアロ。ターゲットは風の政党ゾリアーとの確保。各自準備はいいな。はっ。今回ロッキンガム総司令官はこの艦内で指揮を取る。つまり作戦の成否は実行部隊である諸君の活躍以下にかかっている。心せよ。必ずやこの手で風のゾディアートを確保してみせます。新人たちが作った聖地エアロがどれほどの防衛機能を持つのか楽しみだぜ。我が隊に与えられた特殊任務必ずや達成いたします。この戦いに勝利すればオペレーションバベルは成功に向けて大きく前進する。総員キャンシードの誇りをかけて奮闘せよ。戦勝の報告を楽しみにしているぞ。はビクトリア様、兵たちが動き始めました。いよいよ作戦が開始されるようです。ありがとうマチルダ。艦内の情報収集ご苦労様。この作戦成功するかしら。マチルダどう思う？宇宙での戦いには我がキャンシードが一日の長があります。成功の確率はかなり高いと愚行いたします。ケンペル、あなたの考えはいかが？マチルダ殿のおっしゃる通り、勝利はまず間違いないでしょう。ただ一つの不確定要素を除いては。不確定要素、何ですかそれは？エアロ内部に白羊騎士団が入ったとの情報は議長もすでにお耳にされたでしょう。白羊騎士団、あのリーゼも関係しているという武装集団ね。でもそれがどうしたというの？彼らの力を侮ってはなりません。レオリアの反乱軍を撃破したばかりでなく、ダークファルステアトルを滅ぼしたその実力はお国の軍にとっても脅威となり得るでしょう。ふん、国を裏切った亡命者の意見など当てになるものか。大体お前がビクトリア様に仕えてきたのだって私には疑わしく見えるね。ほう、これはひどい。私は議長の崇高な思想と理念に深く共鳴したのですよ。マチルダ、ケンペルは我々が持たぬレオリアの貴重な情報を提供してくれます。軍部の専横を許し、勢力の衰えが著しい我が広告議会にとって重要な協力者ですよ。失礼いたしました。メイドとして行き過ぎた発言でした。いいえ、悪く言われるのは慣れておりますから。議長のため、議会のため、
協力は惜しみません。今回の作戦は今後も軍部が我が国を導いていけるのか見極める機会となるでしょう。さあ国大使ロッキンガム、お手並みを拝見させてもらいますよ。ステーションの探知装置が接近しつつある巨大な物体を感知しました。おそらくジゼルが言っていたキャンシードの宇宙戦艦ね。モニターに画像を表示します。これは間違いない、アバロンだよ。キャンシード軍の宇宙戦艦。キャンシード軍はどうしてこんなものを持っているの？しばらく前にキャンシード国内の遺跡の調査で不思議な装置が見つかったらしいの。それは転送装置で、宇宙を漂流していた新人たちの宇宙戦艦につながっていた。新人たちが乗っていた船だったのか。それ以来、それはキャンシード軍の重要機密だったんだけど、ロッキンガムが放棄して実権を握るとすぐに宇宙戦艦の研究を開始したの。彼のもとに新たに設立された研究所の人たちが日夜戦艦の調査と研究を進めて、とうとう戦艦を動かしてコントロールする技術を自分たちのものにしたの。それに限らず、今のキャンシード軍は新人の技術を軍にどんどん取り入れてる。アストライア様が言ってたわ。歴史において戦争こそが文明を進歩させる一番の契機だと。人間を滅ぼしかねない戦争が人間の技術を成長させるなんて、皮肉なものね。新人の残された技術を研究してきたのはキャンシード軍だけじゃないわ。この聖地エアロの技術についても長い時の中で調査が進められてきた。今こそ先人たちの研究の成果を見せてあげるわ。ステーションの全砲台迎撃射撃開始。目標は敵宇宙戦艦。おお、スペースステーションから砲撃が。でもあの宇宙戦艦から逆に砲撃されたら大丈夫なの？このステーションには宇宙からの砲撃を防ぐエネルギーシールドが貼られてるから安全よ。さあもっと近づいてきなさい。攻撃を集中してその装甲を貫いてあげる。な、敵宇宙戦艦停止。前進をやめました。なんですって？まさか攻撃を諦めたの？小型のエネルギー反応が無数に接近。これは小型の強襲機です。強襲機？しまった、砲撃戦を避けてシールドを無効化するつもりね。敵強襲機ステーションに接触。敵部隊が内部に侵入してきました。どうやら最悪の場合を想定してた作戦に切り替えざるを得ないようね。みんな予定の持ち場について、敵兵の侵入を食い止めるのよ。
じる。そこ行きますわよ。ブラスト、ブラスト、こういうのはどうだ。ああ、存分にお見舞いしてやろう。かの意を打ち抜け。行きますわよ。デイ！うらぁ！吹っ飛べ！ブラスト、ブラスト！ああ、存分にお見舞いしてやる。お願いします。あとはこう扱うのです。デイ！行った。行くわよ。うっ、うっ、はあ、さあ行っておいで。これはどうだ。俺様がライナーよ。行くよ。まだまだ。そろそろだね。一丁暴れちゃおうか。みんな、力を貸してくれ。痛いの行くわよ。これで終わりか。続々とステーション内部に侵入してきます。どうしよう。このままじゃいずれここまで来ちゃうよ。大丈夫よ。このステーションの内部には敵の侵入を防ぐ様々な仕掛けがある。それにいざとなればこのテレプールで地上へ脱出すればいいの。キャンシード兵を地上まで誘い込んで長期戦に持ち込めば負けることはないわ。今のは何？ステーション内部の主要機能のコントロールが不全状態に陥りました。侵入防止各壁、そしてテレプールも使用できません。なんですって？このステーションのコントロールは俺が奪わせてもらったぜ。ステーション内部の転送装置は全て停止。もうどこにも逃げられないよ。うらぁ、感じる。そこ行きますわよ。デイ！行った。こういうのはどうだ。かの意を打ち抜け。行きますわよ。デイ！属性の力が満ちました。うらぁ！吹っ飛べ！かの
の意を打ち抜け。行きますわよ。デイ！ブラスト、ブラスト！ああ、存分にお見舞いしてやろう。思いっきり行くよ。力とはこう扱うのです。デイ！いったー。ここに刀せ、無限のかけら。うらぁ、吹っ飛べ。かの意を打ち抜け。行きますわよ。デイ！いったー。うらぁ、吹っ飛べ。かの意を打ち抜け。行きますわよ。属性の力が満ちました。来たれ伯爵クラリッサ。ああ、存分にお見舞いしてやろう。餌の時間だ！感じる。そこ！行きますわよ。突撃！うるわ！そこ！行きますわよ。気がつくな。私が出る。楽しいね。この勝利に感謝だね。このままでは奴らがここまで侵入してくるのも時間の問題だわ。テレプールが使えないということはここから脱出もできないね。待てよ、起動エレベーターは、起動エレベーターは使えないのかな。そうか、その手があったわね。パラミッタ、エレベーターは使えそう？はい、エレベーターは稼働可能です。いつでも下に降下できます。やった、エレベーターを使えば脱出できますね。ではまずはミントとジゼルが脱出するんだ。戦士さんも二人を守るために一緒に行ってほしい。え、そんな、何を言ってるの。ユリ、私はこのエアロの留守を任された人間よ。みんなを置いて自分だけ先に逃げるなんて、そんなことできるわけないじゃない。その気持ちはわかる。でも敵の標的は君なんだ。君が敵の手に落ちたらダークファルスの復活がまた一歩進んでしまうんだぞ。それにジゼルもキャンシードに追われる身、ここに残ることは危険だ。脱出する優先順位は君たちの方が高い。僕たちはここで敵を食い止めて時間を稼ぐ。ユリ、いたわ、風のゾディアとミントよ。ターゲット発見。くそ、もうここまで来たか。
みんな、ミントとジゼルを守れ。キャンシード軍を近づけさせるな。私はキャンシード公国軍中佐メルフィー。風のゾディアとのその身柄もらい受ける。そうはさせません。私たち白妖騎士団が相手です。風を運んで生きれるかしら。切り裂きます。だーはっ。ダメ。力が満ちていく。全力でいきます。全力でいきます。ふっ、ファーストダメです。これでどうよ。ターゲットはロックオン。ビリビリしてください。待ってました。私の出番ね。攻めるわよ。はい。チャージ開始。俺を逃げるか。しなさい。動きを止める。おらおら。えいえい。ダメージ警備、ダメージ警備。ありがとうです。スポットライトよろしゃー。それダメ。準備は万全です。まずは守りを固めよ。どうしたの？かかってきなさい。食らいなさい。盛り上がっていく。星の導きのままに。攻めるわよ。はい。それ。はっ。ありがとうございます。よかろう。ありがとうございます。ダメ。風を運んで。見切れるかしら。ふっ。はっ。属性は満ちた。待ちくたびれたぜ。えい。行くぞ。えい。これで決めるか。はっ。
ダメージ食らいなさい。これで決めるか。風を運んで見切れるかしら。おっしゃ、食らいなさい。ターゲットロックオン。帰って一杯やるとするか。ターゲットである風のゾディアートを発見。全部隊急ぎ集結せよ。まずい、敵がどんどん集まってくる。行け、行くんだミント、ジネル、もう時間がない。セインさん、みんなを連れて行ってくれ、頼む。君はダークファルス復活の阻止が任務だと言っていたはずだ。だったらミントを逃がさなければいけない。そしてジゼルを守ってくれ。私、セインさんと一緒なら軌道エレベーターで下に降りる。だからミント、一緒に行こう。でもあなたは本質を知るためにここで修行をしてるんだって教えてくれた。今私たち人間が立ち向かうべき問題の本質はダークファルスの復活を阻止することだよ。だから悔しい気持ちは我慢して一緒に行こう、ミント。分かったわ、ジゼル、あなたの言う通りね。ユリ、そしてステラさん、私たちは先にエレベーターで脱出するわ。後から必ずみんなを連れてあなたたちも脱出してね。あ、分かった、約束する。後で地上で会いましょう。それじゃあみんな行きましょう。待って、私も行くわ。ミラベル、私は別に自分の命なんか惜しくない。ここに残って死んだって構わない。でも私はジゼルと一緒に行く。ジゼルが行くなら私も行くわ。ミラベル、どうして私と一緒に？別に、単にあなたに興味があるだけ。私は命にも戦いにもダークファルスにも興味はない。でもあなたには興味があるわ。ジゼル、どうするの？分かった、ミラベル、一緒に行こう。地上でキャンシード軍を迎え撃つ準備もしておかないと。うわぁ！何？今の振動は？フロアの天井の方からすごい音がしたわよ。エレベーター上部に小型船の接触を確認。小型船？まさか！天井部のハッチのロック破壊。何者かが侵入してきます。また会ったな、
ジゼル。ティンジ、あえて軌道エレベーターの逃げ道を残すことで標的の確保を容易にする。ランブリッジ参謀総長の作戦通りだ。我々は全て読んでいたのさ。ファーリー、まずはターゲットである風のゾディアートを確保しろ。承知しました。ライブラのゾディアート、ミントをこれより拘束します。キャンシード軍中尉、ファーリーと申します。手荒な手段で恐縮ですが、拘束いたします。そう簡単に行くかしら。やれるもんならやってみなさい。邪魔よ、どきなさい。感じる。そこ行きますわよ。でい、いった。木図が消えなさい。かの意を打ち抜け。行きますわよ。でい、いった。属性が満ちたわ。早く指示を出しなさい。邪魔よ、どきなさい。かの意を打ち抜け。私が出る。気じゃねえかよ。そろそろだね。一丁暴れちゃおうか。弱肉強食だ。決めさせてもらう。俺様がライナーよ。まだまだ。これはどうだ。潰すぞ俺。さあ行っておいで。くらえ、死ぬ。行くよ。覚悟しろよ。我慢できない？そう。一丁暴れちゃおうか。示談装填撃ちます。まだまだ。くらえ、死ぬ。潰すぞ俺。せい。さあこれでどうだ。回復に感謝。みんな力を貸してくれ。よし、痛いの行くわよ。くらえ、死ぬ。潰すぞ俺。ほらほらほら、標的確認。発射。まだまだ。せい。さあこれでどうだ。くらえ、死ぬ。潰すぞ俺。もう我慢できない。そう、頼りない連中です。めい、そこ行きましょう。じゃないよ。照準の調整完了。砲撃を開始します。
邪魔者はさっさと片付けましょう。示談強敵撃ちます。バカンスの続きでいきましょうか。シード軍はその程度なの？今度はこちらから行くわよ。ミント待って、危ない。甘い、侮りましたね。何これ、体が動かない。少佐、ターゲットであるミントを拘束銃にて拘束しました。よくやったファーリー、アバロンに座標を送れ。承知しました。急ぎ座標データを転送いたします。閣下、臨時遺体よりターゲットの座標データが送られてきました。リンジーは務めを果たしたようだな。よし、では仕上げにかかるぞ。ブラスターウェイブ発射。座標に正確に命中し、正当なゾディアートの中に眠る闇の力を覚醒させる衝撃波、ブラスターウェーブの直撃を受けた。この女はもはや我々の言いなりだ。ミント、しっかりして。ミント、ファーリー、ミントを教習艇に収容しろ。アバロンに移送するぞ。承知しました。ミント、ついてきなさい。わかりました。ミント、ミントを返して！叫んでも無駄よ、ジゼル。奴らにとっての最重要人物を返すはずがないわ。それよりも、まだ。これで終わりじゃないはずよ。教習艇へターゲットを収容しました。少佐、いかがいたしますか？先にアバロンへ戻っていろ。私にはまだやることがある。我が国からの逃亡者ジゼルを確保しなければな。やはりね、彼女の狙いは最初からジゼル、あなただったのよ。あなた、出番よ。ジゼルをこの女から守って。戦士さん、ありがとう。誰が相手でも無駄だ、ジゼル。お前はな、この私が殺してやるんだよ。この日を待ちかねたぞ、ジゼル。子供の頃からずっとずっとずっと。お前に殺された仲間たちの無念を、私がお前を殺して晴らしてやる。うらぁ、感じる。そこ行きますわよ。えい、ちくしょう。総員、配置につけ。
かれ。おら、属性の力が満ちました。終わりにしましょう。ありがとう。かの意を打ち抜け。総員、陣形を組め。突撃。うらぁ、デイ、そこかかれ。おら、やってる。うらぁ、おっ、おら、もう我慢できない。一丁暴れちゃおうか。そう、おら、クライナー。弱肉強食だ。この勝利に感謝だね。邪魔するな。セイさん、私も戦うよ。そうだジゼル、私と戦おう。かつてあの施設で天使の座を争った時のようにな。なんだ、エレベーターが傾いてる。ジゼル、危ない。おっと、捕まえたぞジゼル。エレベーターが傾いてわざわざお前が転がり込んでくるとはな。お前たち動くな。抵抗すればジゼルの喉をかき切るぞ。もう逃がさないぞジゼル。お前の命はもう私のものだ。まずいわね、このままだと。ミントもジゼルもキャンシードに奪われてしまう。想定される最悪の結果じゃない。ファーリー、教習艇で戻ってこい。ジゼルを連れてそっちに乗り移る。承知しました。今からそちらに向かいます。戦士とやら、お前の大事なジゼルは連れて行くぞ。これが最後の別れだ。こいつの姿をよく目に焼き付けて。なんだ。少佐、大変です。エレベーターの昇降フロアが垂直軌道から外れて落下しています。このままでは星の大気圏に突入してしまいます。なんだと。メルヴィ中佐、ターゲットが搭乗した軌道エレベーターに重大事故が発生した模様。なんですって。一体何が起きたの。ステラさん、ユリーさん、大変です。軌道エレベーターのフロアが脱落しました。ミントちゃんにジゼルさん、それに戦士さんがまだ中に。なんだって。そんな、どうして。くそ、なんだこれは。熱い、どうなってるんだ。ここに来るとき、パルミッタが言ってたわね。もしこの昇降フロアが落下したら、大気との摩擦熱で焼かれて燃え尽きるって。これはどうしようもないわね。そんな、ロッキンガム閣下、エアロの軌道エレベーターから昇降フロアが脱落。なんだと。
リンジーは、我が軍の者たちは無事か？どうやらフロア内にはリンジーがまだ残っている模様です。なんとかリンジーを救う方法はないのか？ファーリー機が向かっていますが、おそらく間に合うのは難しいかと。さあ、お待ちを、カッカ。フロア内にはジゼルも乗っているとのことです。ジゼル、ランブリッジ、もしかして。はい、まだ生還できる可能性はゼロではありません。ビクトリア様、あれをご覧ください。エレベーターから昇降フロアが落下してます。ロッキンガム、爪を誤ったわね。なんということでしょう。これではミントもジゼルも灰になってしまいますよ。ビクトリア様、二人とも、あの落ちていくエレベーターをよく見ておきなさい。我々は目撃することになるかもしれません。我がキャンシードの未来を照らす光を、そう、不死鳥の輝きを。昇降フロア内の温度急速に上昇、大気圏突入まであと3分。くそ、私はここで死ぬのね。アストライア様、ごめんなさい。戦士さん、みんな、みんな私の体にしっかり捕まって。ジゼル、何をするつもりなの？いいから早く。リンジ、あなたも急いで。ジゼル、お前もしかして。